おはようございます。モテック工作ミソラ研究所長で、今日は12月14日です。おはようございます。なぜか森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺井修香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。さあ今日はこちらはですね、めちゃくちゃ晴れましたね。昨日まあでもだいぶ寒そうかな。はい、でも非常にいい天気でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日はね、なんかあの前このルーティーンいいですね。あの皆さんがそれぞれ音声配信されて、それをなんていうか、なんていうんだろう、それよかったわっていう話で毎回この朝礼を回してるんですけどいやなんかこんな風になると思ってなかったですね。あのまあなければないで、あの話すことあったんでしょうけど、これはいいループですね。非常に心地よいですなんかさ、まず善くんの塾前のお話聞いて頑張れって思いながら、あの善くんがさ、ちょっと今日はね、あえてね、あの話の中身じゃなくてマイク変えたじゃん。あのワイヤレスイヤホンのマイクかなんかなんかな、ちょっとね音が遠かったんですよ。多分あのこの美空研究所の序盤でもマイクテストいろいろやったんですけどあの研究結果はねちょっとシェアしておきたいんですけどあのワイヤレス Bluetooth のイヤホンとかでワイヤレスのこうマイクがついてるやつとかって、あのスマホはさ別のとこ置いてても音取れるんで、なんだろ う, こう移動中とかやりやすいかなと思って僕も試したんですけど、まずね室内車内はあのとても便利だと思うんですけど、昨日さ風強かったんだろうな。あのマイクって口元に近づいていることで音をちゃんと拾うっていう仕掛けなんだけど、風がさビュービュー吹くとさ、その向かい風で音が反対側に逃げちゃうっていうさ、だからまあ自分の口から発した音の情報がマイクのところに近いから届きやすくって、でいい音で拾われやすいという仕掛けなんだけど、あの室内だとそれが成立してるわけよ。だけどビュービュー多分昨日風吹いてたんだよねで向かい風のたんびに前がめちゃくちゃ遠くに飛ばされてるみたいな感じだってこれあの面白かったけどさ、これ何言ってんだろうなっていう感じになるっていうさせっかく一生懸命話してんだけどさ、全どこ行ったって感じになるっていう。そう、お外には向かないです。特に向かい風で、あの急にね、あの遠くに行っちゃうっていう感じだね。やっぱりね、なんだかんだ言ってスマホのマイクってめちゃくちゃ優秀で、あのいろいろ試したんだけど、音質としてはね、こうスマホをもしもしってこう電話かけるみたいな感じで喋るのが、まあ外でやるならね、結局一番音声配信としてはね、あの音をちゃんと拾うっていうそこかーっていうね、ちょっと俺もいろいろやった結果行き着いた先がそこでちょっとがっかりした記憶があるんですけど、まあでもね、いろいろやってみるって面白いですよね。で別に頼まれてもいないしさ、あのなんだろう、やってもやんなくてもいいんだけど、
やり始めちゃったらなんかいろいろこだわっちゃうっていうスポットに入れること自体がね非常に面白いんですよね。いやでも、まあ善くんだけじゃないんだけどさ、まあ小学校4年生で温泉一人喋りができるっていうのもまあすごいことなんですけど、一人喋りのトレーニングとして見るとですね、そんな競技はかつてなかったんですよね。そんな競技はなかったし、なんだろうな、鍛えるとか鍛えないとかじゃなくて、なんていうか、場もなければ必要もなかったというか そのだけどさ、俺周平さんがいつも才能じゃないって締めるじゃないですか、音声配信は才能じゃないと。でもね、もう何気にね開花しつつあるっていうね、もじもじだらだら喋るっていう、入りで入って、才能じゃないと締めるわけなんですけど、これね意外ともじもじだらだら長く喋れる人って少ないんですよ、逆に 割とスタンド FM でもいろんなチャンネルあるんで、僕こういろいろ見るんですけど、でまあそれぞれさチャンネルの趣向があって、情報発信されてる方もいれば、まあ、声ブログにしてる方もいらっしゃるし、なんだろうな、結構長く続けてる人は割といるっちゃいるんですけど、いや我が研究所のメンバーで友人さんもそうなんですけど みんな長いじゃないですか でさ、長いおじさんの長い話をかつては俺聞いてくれないもんだと思ってたんですけど、これから何気に聞かれるっていうね、これは時代変わったなっていう気もしますね だから居酒屋で、僕だけ一人ずっと喋っちゃったら多分嫌われるんですよ、ずーっと喋ったら。あるいはその、まあみんなで、まあ居酒屋じゃなくても何でもいいや、なんかみんなで集まった時に、みんながしゃべり、お互いワイワイしゃべろうっていう場で、まとまらない話を何ダラダラしゃべってんだよというね この私の今の状態なんですけど これはさ、NG だよね、やっぱりね。なんだけど、なんつうんですかね。だから、それでみんなこう、蓋されてたと思うんだよ。能力的に。お前ばっか喋んなよっていう状態のフィールドが多かった。で、そういうフィールドではそういうムーブをすることが大事だと思うんですよ。それはそれでいいんですよ。だからまあ飲み会は今まで通り キャッチボールで楽しむのがいいと思うんですけど、まあなんと、もうこれはこれからですね、一人何時間でも喋っていいので。でさ、そう、例えばプレゼンテーションとかもそうじゃん。一人喋りは一人喋りなんだけど、時間決まってたりするじゃん。で、時間オーバーしたらさ、まあ、3分で喋ってくださいとか、10分で喋ってくださいとか、まあ、もうちょっと長いのもありますけど、まあ、どっちにしても時間オーバーは NG っていうさ、あとは、その、だらだら喋らずに、ちゃんと意味のあることを、詰め込んで喋ってくださいねっていう一人喋りはあるんですよ。競技として 競技としてっていうか だけどさ、全くそこのから外れたことを我々やってますよね、友人。だけど友人さんの話とかさ、めちゃくちゃ響くじゃん、その死生観の話とか。で、周平さんもさ、中村周平の夜間がこうもじもじだらだら届けていて、本人はこう何気なく役に立つとか立たないとかっていうつもりで喋ってないと思うんですけど、結構な人聞いてんじゃないか どれぐらいなんでしょうか リスナーさん ちょっと今度シェアしましょうか、再生回数の履歴みたいなやつ、僕のもちょっとシェアします。
まあ過去ね、もう600回ぐらいやってるんで、なかなかのデータなんですよ。で、まあ基本的にざっくり言うと、およそ20から30の人が、ほぼ変動ない感じでずっと聞いてくれてて、でまあその最初の頃と最近とか、まあまあその中身もさ、いい加減さとかもさ、あのいろいろ変わってるんですけど、これはでも面白いことで、なんか中身関係なくね、その再生数が伸びるでもなければ減るでもなく、これゼロにならないんやんっていうのが俺はもう衝撃だったんですよ。当初からこんなにこうグダグダ喋ってんのになみたいな。でもさ、あの YouTube の動画とかだとやっぱり、なんだろうな、まあ例えばタイトルの付け方だったりいい加減だったりさ、あとはまあパッと見のサムネもあるんでしょうね。まあとにかくさ、なんだろう、引っかかるものをちゃんと作って見た方がいいですよっていう仕掛けを見えるようにしといてあげないと、まあ明らかに回らないっていう。まあだからその例えばこのミスラ研究所の朝礼のちょこちょこいくつかを公開にしてるんですね。まあほとんどは限定公開でアーカイブっていう感じでサロン内をシェアにしてるんですけど、まあいくつか投げるんですよ。でまあ全く何のいじりもしてないで、でこの喋りじゃないですか。でだらだら喋ってて、でだらだら喋ってる内容がそのサロンメンバーさんのにとってのことしかよくわからないような話をしてるから、面白いぐらい回らないっていうね。まあ1回とかなんですよね、再生回数が。これ1回ってのがあるんですよ、たまに。まあでもたまにね、健太さんと空海伝説みたいな話すると100回ぐらい回ったりしますけど、まあでも言ってもそんなもんです、大差ないです。ところがその音声で喋ってるとさ、なんかもういくらどんだけグダグダしててもなんだか20、30ちゃんとこれどなたが聞いてくださってるんだろうなと思いながら、これ不思議なんですけどね。だから数字の一応アナリシスじゃないけど、まあまあまあ一応出るっちゃ出るんだけど、気にしても1ミリも意味がないような感じですね。動かないんで、変動がないし、分析するっつってもさ、あ今回はタイトルの付け方がとか、話した中身がちょっと重かったかなとか軽かったかなとか、ちょっとふざけすぎたかなとか関係ないのよ。どうやろうと20、30っていうね感じです、僕の場合はね。皆さんどうですか？でもね、割と周平さんのやつね聞かれてんじゃないかな。俺は一回聞き出したら割とそのね、あのジョギングしながら息切らしながらさ、いやーそうかーこうかーうーんとか言いながらこれ何のジャミリなんだろうなって、いやちょっと弾いてみたらそうなるんだけど、やっぱこう音声だけって、でマイクが多分近いのも大事なんでしょうね。動画ってあくまで動きを見せるためにちょっと離れるじゃないですか、マイクから。ちょっと距離感でいいんですけど、音声配信はさ、多分マイクに固定で口元で喋るじゃないですか。そうするとまあこの距離感めちゃくちゃいいんでしょうね。なんか周平さんが隣で、ジョギングしている感じのまま、逆になんかその映像がない方がちゃんとなんていうか映像が思い浮かぶというか、でまあしかも自分の好きなように思い浮かぶんですよね。だからその暗いとか見えにくいとかさ、小さいとか、ちょっとなんだろうな、そういう服なんだとか
なんだろう、わかんないけど、逆にその現実の見た目ってかえってノイズになっちゃうのかもしれないですね。でもそれなしでさ、音声だけちゃんとすごくリアルでいい音っていう状態なわけじゃないですか。ちょっとめちゃくちゃ隣に感じれるんですよね。でかえって、自分に都合のいい一番素敵な中村周平のジョギングしている雰囲気だけがぼんやりこう頭の中に映像としてあって、それもいいんでしょうね。それだとこれ20分聞けるっていう周平さんおはようございます周平さんの話をしていると周平さんが来るというね。いやめちゃくちゃ良かったっていう話をしてるんですけど、めちゃくちゃ良かったというか昨日の話じゃないです。全般に中村周平の音声配信の才能が今こう開花してるぞというねことが言いたいんですけど、音声配信は才能じゃないってまとめるまでに、20分ジョギングしながらもじもじだらだら喋るっていうスタイル、こんな競技なかったわけじゃないですかこんな競技ないから敵がいないんですよね。競う相手もいないし、でもこれがちゃんとさ、何回聞かれてるんですか。ちょっとシェアしませんか、明日の問題で。今度音声配信をされてる皆様、アナリティクスっていう欄があってですね、そこで、どの回が何回みたいなとか、いいねはいくつとかっていう欄があるんで、そのスクショを取ってですね、サロン内にご投稿ください。どうなんでしょうね。いや、なんかみんな似たような回数なのか、人によってはばらつきがあるのかわかんないですけど、僕のはないんです、少なくともね。まあ、一番下が15回とかかな、で上のマックスが30とかそんなもんという、そんなもんで、まあ平均20とかその辺をずっと600回続けてるんですよ。これすっげえ不思議なことで、ね、なんか本の書評やったり、YouTube のリンクつけるだけで、まあなんていうか、まあ毎回サボってんだけど、やらないよりはやった方がいいよねぐらいな力の入れ方なんで、なんていうか別に大した情報ないと思って喋ってんだけどさ、で大してうまく喋ろうとかさ、プレゼンみたいにさ、まとめて分かりやすくとか、ほぼ1ミリも努力してないと思うんだよね。だけどまあ偉いもんで、なんかこうやってるとなんだかんだ言ってだんだんこう、そうですね、間が縮まってきたりとか、あと気分によってですね、こうテンションがこう上がってんな今日っていう日と、まあもう寝る前で眠いですねっていう眠いのねっていう日とさ、まあバラバラなんですけど、キャラも全然作り込んでないっていうかさ、一定にしようともまるで思ってないんですけど、再生回数は一定っていうね、この不思議な競技に、でもこれはなんか俺は次の時代を感じてるんですよ。めちゃくちゃその、要するに誰でもみんなそういうことをやっていて、誰でもそれに対して20人30人のリスナーがつくっていう、その世界観って今までなかったと思うんですよね。すごく面白くて、すごく磨かれていて、となんかものすごい特徴的なキャラがあってっていう、まあ喋りが上手くてなのか、まあとっても明るくて元気にさせてくれるとかいろいろあるんでしょうけど、まあそういうなんかスターがいて、そこに、9割が集まって、それ以外はまあなんていうか下積みみたいな、言ったらまだまだだねというさ、予選だねみたいな、その
M1 的に な世界観でいくと予選で3回戦ぐらいまで来たかなぐらいな感じのさ、もう頂点に対して上がっていくイメージしか世界観としてなかったんですけど、で YouTube もそうじゃないですか。やっぱりさ、そのトップ YouTuber さんがいて、まあ10万20万の人たちがいて、登録者が、でまあ1万2万いったらすごいじゃんとか、1000ですごいじゃんとか、まあ、そこからすると本当に昨の380ぐらいですか まあなんか本当になんていうか、登録者に如実に現れて、こう階層がこうピラミッドのように出来上がるっていう世界観だったと思うんだよね、ここまでは。でも音声配信だけは多分、まあそのもちろんトップはトップでさ、いると思うんですけど、全然磨きもしてないっていうね だけど面白い競技で、やってるとやってるなりに見えてくるものが本人にはあると思うんですよ。でも、まあ、聞いてる方はさ、別にさ、その人が上手くなったかとか、ダラダラもじもじ喋りに磨きがかかってるなとか全然気にしないと思うんですよ そんなこと求めてもいないっていう そんなん求めてもいないよっていうね話だけど、ちゃんとそういう人に一定数ついていて、ちゃんとなんだろうな、ゼロにならずに誰かしらが聞いてんじゃないですかね。どうですかっていうね。ユージンさんのもね、まあ止水感みたいな、割とずっしりな話をされる方の時もあれば、まあご自身のね、トランペットのチャレンジとか、まあノーテーマで、それこそ周平スタイルというか もじもじ系の日もあるじゃないですか。でもどうですか、スタイフどれぐらい聞かれてるんですかね。まあ何回だろう、10回だろうと20回だろうと30回だろうと、僕の仮説ではですね、安定するんじゃないかなと思って、そのどんな中身を喋ろうと、どんなキャラでいこうと、タイトルにどうこうとか、サムネがどうとか、まあいろいろね、なんか一応設定するところあるし、目に見えることあるじゃないですか。だけどそこであんまりその上がったり下がったりしてないんじゃないですかっていうのはね、僕の仮説なんですけど そのデータをシェアしませんかっていうね、スクショを取って、僕今日ちょっと後で投稿しておきます。まあ結構ね、マックスで150ぐらいですね。それまあだからすごいイベントの告知とか、リンクシェアしまくったりした時に、とにかくこういうことあるんで、来てくださいみたいな。あとはまあ、走りのこの YouTube でこういうのがあるから、こんなふうに、待っててねと、明日の8時だよというね、告知のために喋ったりとか、まあなんかそういうので、意図的に人工的に150回にしてあるっていう回もあるんだけど、まあそれ以外はね、基本20、30なんですけど、で、これピタッと動かないっていうね。これは新しい競技だと思うんですよ。続けていれば伸びるとかでもないし、多分このままなんですよね。で、あんまりだから逆に、それが続けられる要素なのかもしれないです。こう、増えてきたぞとかっていうところに目がいかない。自分がこう喋りたいことを、喋りやすいペースで、喋りやすい長さで一人喋りするっていう、ことにフォーカスできる、まあ、現実なんですよ。回数も含めて、まあ、アプリの設計も含めてなんでしょうけど。でも、じゃあそれがね、そのどの程度の価値なのかは多分まだ誰もわからない状態っちゃ状態なんですけど、でまだそんな誰も見えてないと思うけど、でもね、この毎日に10人が聞いてくださるっていうことは、
なんていうか眠ってる価値を何かしら表してる気がするんですよね。で、そっちに競技の主体が移っていく 未来があるんですよ、多分。で、みんなこうやり始めて、お互い20人ずつこう周りの自分にとって一番合う人だけを聞いてるっていう状態になるんじゃないかと思うんですけど、そうすると まあ最初言ってたのは、今まで一人喋りで長々20分喋られたら嫌われるフィールドしかなかったっていうね。その居酒屋で みんなで楽しく飲もうって集まっているのに、おじさん一人が20分喋ったら帰れって言われるっていうね フィールドしかなかったんだけど、そういうフィールドではやっぱりそうしない方がいいですよね。話は回して、シャッフルしながらみんなで盛り上げるっていう場が多かったですよね。まあ、あとは一人喋りで行くとプレゼンテーションみたいなのもあるかもしれないけど、時間オーバーしたら基本怒られるっていうさ、そういうルール設定が多いじゃないですか。あとはその情報をちゃんと詰め込めよとか、聞いたことによって、ああ役に立ちましたって思わせなかったら良くないというね、判定が下されるみたいなさ まあ判定とまでは言いませんけど、人様の時間を奪っておいてそれかいみたいなのが自分の中の幻聴として聞こえてきちゃうんですよ、プレゼンみたいなやつはさ。だからもうめちゃくちゃガチガチに力入っちゃってさ 練習すればするほどうまく喋れないみたいな、そういう競技しかなかったなと思うんですけど、ユージンさんのも周平さんのも、まあまあ好きな頻度で好きな長さで好きなテーマで、うまくなろうともせずに、でも徐々に良くなってる感もあるんですよね。すごい聞きやすくなってますし、で一人喋りにやっぱ慣れてるんだと思う、慣れてきてるんだと思うんですよ、だん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 。でこれはめちゃくちゃ俺その伸びてるっていうことはですね、じゃあまだ始めてない人が大半じゃないですか、逆に言うと。で始めて1ヶ月でこんだけ伸びてるっていうのを見ると、まあ、こういう競技が設定される未来があるとするとですね、我々 オンラインサロンのね、過半数が音声配信をしているというこの我々はですね キーラチャンネルのどうでもいい話とかね、設定見事ですよ、本当に。設定勝ち、まあ、どっちでもどうでもいい話ですら、喜ぶ仲間がちゃんとこう確保されてて、ね、スタートできて、で必ず清水さんがキャッチしてくれるというね、こんなに恵まれたフィールドないよ で必ず俺はね、未来そっちに行くと思うんですよ。一人喋るの、一人喋り、いくらでもこう喋ってたら、誰だっていいんだったらいくらでも喋りますよっていう、その謎の競技、が求められる状況にいずれになっていく気がするんです。でパッと振られて一人喋ってって言ったら、持ち時間30分ですとかって言って困っちゃうじゃん、普通。そんな競技ないし、そんなこと言われてもってなっちゃうと思うんですけど、多分ね、それが、そっちの方がライブ感っていいんじゃないみたいな、フィールドとか、コミュニティとか現実にも起こるちょくちょく出てくると思うんだよね。でその場に「あ、周平さんいた方がいいんじゃねえか」みたいな感じでこうハマってく、ポジションがね、どっかにあると思うんだよね。で、まあ、周りはまだ何もそういう競技があるとかフィールドがあった方が楽しいとか気づいてないかもしれないけど、これいいなーっていうふうに気づき出した時に、ああもうずっとやってましたんで 2022年の、9月からですね、海空研究所にて研究員として私どもずっとやっておりましたと。聞くこともやってたし、喋ることもやってたしと。
で、その時のレスポンスとしてこうコメント欄にどういうふうに展開されるかとかも基本的に経験済みですという状態の人が全員なわけで、ここにいる人はいずれね、その波が来た時に楽しく乗れる日が来るんじゃないかなと。まあでも波結果来なくても割と楽しいと思うんだよ、喋ってて。これはなんかそれをね、周平さんの本当初回のところ頃はさ、ドキドキしてたと思うんですけど、最近なんか楽しいんじゃないかこのおじさまっていうさ感じんのよ。楽しんでるなーと思って。でまあユージさんの話とか、まあ話題によるかもしれないけど、でもね、ああいう話ってさ、ペットなんで飼うのとか、いやそっか、言われてみりゃググりわかる話かもしれないけど、人からちゃんと獣医さんから聞いたら、そういえばそうなのかって言われると、もうめちゃくちゃ頭に入り方が違うよね。脳科学的にやっぱりオキシトシン出るからって言われたらさ、いやそうだなと、いやその通りやなと。まあだから愛情ホルモンってやつじゃないですか、オキシトシンってね。ああ、それはなんかやっぱ健全ですよね。その飼われる動物にとっても飼っている人間にとっても、それあった方がいい関係だから、やっぱり長らく成立してそういう風に根付いたんでしょうね、っていうのがすっごい腑に落ちたよね、昨日の放送めちゃくちゃ良かったですよ、まあでもかといって、人間関係と一緒で犬関係って言うんですかこれ犬関係、猫関係とか言うと全然なんか文脈全然違う意味になっちゃうから、なんて言うんですかペットとの関係、との関係だよね。まあ犬関係としましょうか。犬関係いい悪いって、これはきっと人間関係と一緒であるよね。まあ飼われる側にとってだって上がり下がりあるでしょうし、健康な時もあればコンディションも悪くなってくる時には不機嫌で、で飼い主がなんでこんな、俺はこんな気持ちなのに飼い主は全然分かってくれないみたいなさ、憤りがあったりとかさいつまでこのキャットフードなんだよみたいなさいや分かんないよ、言ってるかもしれないよねっていうね、でもまあ通じないこう葛藤があるかもしれないよね。 あんまり聞かないけどそんな話を聞かないけどさ、でもあるんでしょうね、犬関係猫関係うまくいってますかみたいなさ、でも別れるわけにもいかないじゃないっていうさ、まああとはそのあるいはね、ペットとしてこうなんていうか健全な関係であればいいけど、野良猫とか捨て猫に餌やっちゃうみたいなのって、ちゃんとね、健全なこう距離感にいない状態である行為だけが突出してこうバランス悪く行われるっていう、まあひたすら餌だけやるっていうね、ようなこととか、あとはそれ以外のところ何の面倒も見ないとか責任取らないとか、まあバランス崩れると、まあその猫との関係っていうことだと思うんだよね、結局ね、野良猫関係悪くなっちゃうよね。で、まあ社会も、人間社会における社会問題になる。でもおそらくですけど、猫社会においても猫にとっての問題なはずなんだよね。だけど猫は猫でどうしようもないっていうかさ、で人間は人間でどうしようもあるんだけど、なんで俺がっていう風にもなるっていうさ。いやなんか、あれを社会問題と捉えれば社会問題なんだけど、人間関係の共通項みたいなのを見ると、まあだから例えば共依存の関係みたいなのとかもあるんでしょうね。過干渉とかバランスの悪い変わり方で崩れちゃうと、お互いにとって良くないんだけど、であんまりいいことを周りにももたらさないし、自分にももたらさないんだけど、
やめられないっていうことって、社会問題として捉えるとさ、あのちょっと距離を置いて見れてるかもしれないけど、人間関係だと思うと結構あるよね、うん、あるな、共通項あるなと思いましたね。で、まあなんか別に答えは何もないんだけど、なんか普遍性があるとかじゃないけど、なんか重なるものがこうちょっと見え隠れした気がして、うん、あのだからひょっとするとですね、社会問題ってその社会問題としてだけの視点で見ようとすると行き詰まるのかもしれないなっていうことをねちらっと思ったんですよね。人間だったらこうだよなとかっていうふうにちょっと砂塚の、ヘリクツの素粒子あたりで視点をこうぐるっと入れ替えてもらうとかしたら割となんか別なものが見えたりするかなと思いましたけど、どうですか砂塚さん勝手に振って終わるというねうまく展開できませんでした最後ね、はい、でもまあ、あの非常に善くんの音声配信も周平さんの音声配信もアキラチャンネルも友人のつぶやきもですね、間違いなく、未来に対するね積み立て投資みたいなものを感じてたんですよ僕は。こう地味だけどね楽しんでるっていうのがね素晴らしいなと思います。さすがです。動物との関わりは人間社会の縮図であると言えると思ってます。ああそうなんだ、やっぱりねそう感じるんだね。やっぱり獣医さんでその距離で見ててもどうですか。うん、いやーなんかだからもう昨日の放送俺ちょっと2回ぐらい聞いちゃったんですけど、1回で消化できないよね。うん、いやでもあて残しとくから、あのもう1回噛んでもう1回咀嚼してっていうことができるんで、その上でこうテキストを読むっていう読解力はそれはそれで今まで大事だったと思うんですけど、やっぱりそれだけじゃなくてこう話し切って、声のトーンとか浮き沈みとか張りとかから感じ取ってる情報が結構でかいんだと思うんだよね。うん、獣医師さんとして本当にここにはあのこの距離で見ると本当問題を感じるとか、でも長年関わってくるとこういう風に見えてきたりもするよねっていう、そのトーンがねニュアンスというか、それって文章ってできないよね。うん、今度張りとか浮き沈みに出てるなっていう気がしましたよね。はい、ちょっと今日も熱くなってしまいましたが皆さん今日はね誰と笑いますでしょうか。今日も良き一日を。ゆうじさんありがとう。じゃあね、周平さんもバイバイ、いってらっしゃい。